どうも、ゲームイズの山田です。はい、ゲームイズの石川です。はい、音声収録をミスっちゃって撮れてなかったんですよ。ガチャ動画撮ったんですけどね、ほんとやっちゃうからね、やっちゃった、すいません、ほんとにこれは申し訳ないんですけど、なので、今回の動画ちょっとコンセプト変えて、はい、ガチャ動画を撮ってる僕らを見ながら僕らが喋るという画期的な、素晴らしい、すごいでしょこのシステム。今までこんなことは、うん、動画なかったね。YouTube 探しても一個もないや、うん、きっとあるけどね腐るほどありますね、腐るほどね、似たような状況になるみたいですけど、まあということで、今回、ガチャ動画を石川くんと僕で対決してます。はい、はい、この動画は実はその後編で、40パックそれぞれが引いて、より多くの URSR を引いた方が勝ちという対決ですね。はい、で前半パートは石川くんがやってるのは、デュエルリンクスの攻略チャンネルに上がっておりますので、ぜひそちらを見た上でこちらを見ていただけると、まあ、勝敗が楽しめますね。そういうことです。はい、なのでそちらを皆様、ぜひ概要欄から飛んでみてください。はい、はい、それでは早速僕の引いてますね。始まりましたね。で僕は、まあ今回ね、まあ、40パックなんで、はい、言ってその40中その2枚しか UR 入ってないわけじゃないですか。まあそうですね。そうそうそう、いかに、まあ、80中、あ、そう80中です、うん、そう80中2なんで、うん、まあ、いかに早く弾けるかみたいな、そうですね、ところなんですよ。うん、で前半で石川くんが、まあ、この動画見てる方はもうね、前半見てる体で僕喋っちゃいますけど、そうですね、えげつない弾き方をしてる。えげつないっすね、あれは。早すぎなんですよ君。あれはちょっと本当に自分で見ててもバットをしたくなるレベルでした。なりますよね、はい、40弾いて4枚ってなんやねんと。UR4 枚どういうこと。本当だよ、もうねあれはバットね、バットの嵐になってくれることは僕は祈ってるんですけども、いや毎回ガチャ動画バットばっかなんで、ちょっとはグッと押してください。いや今回はバット率が上がりますよ、よりね。山田さんのこの動画なら別にね、バットついても、いや違う、もうそういう本音かよお前、なんだよ急に、をやめてくれよ。最悪ですね、お互いがお互いの動画にバットをつけてくださいって視聴者に言うという、ね、足引っ張り合いはダメですよダメだね、そんなよくないね、はい、ちなみには10パックで一応ヴィーナスが引けましたね。あ、1枚、ね、SR が1枚と、うん、はい、ただここまで結構ね、もうクリボー単体でその後何もないみたいな、演出が乏しいですね。そうなんですよこれね、ちょっとって、そう、まあこれさ、普通のミニパックじゃなかったら、はい、まああり得るじゃないですか、こういうね、まあ、そうですね、なかなか出ないよみたいなサイクルあるんですけど、うん、これ80しかないさパックでこんなにもう演出少ないってあるかいと。いや、それでこそやっぱ山田さんクオリティですよね。うん、はい、10パック終わりましたね、はい、SR1 枚のみ、素晴らしい。いや、動画としてはもういい出来です。ほらもう拍手、同じシンクロしてますよ同じ気持ちでできるんですね石川君は全く同じリアクションができるね。同じですね。なるほど、YouTuber の鏡ですね素晴らしいと思うそれは本当にすごいですよそれはそれで。さっきはで石川君は要はこの10パックの段階ですね、 UR を2枚出しちゃってるので、この段階で僕はもうちょっともう不利なんですよね。だいぶもう勝てる見込みがないみたいな、薄くなってますね、はい、ここから僕が追い上げられるのか、はい、ちょっとまあ皆さんで一緒に何語ってんすかねあいつ本当に。いやいやいや、もうあなたに対してはきっと不満ですよここで君出してたもんねみたいな、俺は出せなかったけどなみたいな、そういうことですよここは。なるほどなるほど、はい、さてで、まあ、20連目ということで、はい、20連目もでもなんかね、もうちょっとしょっぱい雰囲気が漂ってきてますね。はい、3パック目トロイホースがこれでで、お、来たが、さあ、おー、でも3番真ん中ライン入ってる、ま、すげえシンクロするもうね同じリアクションしてますね、はい、からの、あそこからのさ R ってさ、あそこまでライン引いときながら、そう、いやちょっと期待させといてさ、ほんとさ、あーなんだ違ったんだみたいな、俺のこと好きじゃなかったんだみたいな、そういうことですよ。男子はバカですからね簡単にね、ちょっとハートついてるだけでね、もうそうダメだよこれ、いけんじゃねえかみたいな、そうそうそう、 LINE とかでさ急にさ今起きてるみたいなやつが来たらさ、おみたいな感じにね、久しぶりに連絡来た女の子とかドキドキしますよね。しますね、うん、そういうのね、絶対そういう気持ちじゃないって分かってんのに、なんかちょっとこうボルテージがね、ここのそう、その子のラブメーターがトゥトゥトゥってちょっと上がっちゃいますよね。もう気になってしょうがない。そう、もうね、ちょっと一回会ってみようかなみたいな、ね、何の話してんだ俺ら今チャラいっすね。チャラくないでしょチャラくはな、ほら大グレファ出てるよ、ほら大グレファ尽直の大グレファ出てるよ、これもうすぐ、何ぐらいムキムキになりたいんですよいやいや
いや石川くんはそれ無理だと思うんだけど、俺は最近キャプテンアメリカ目指して筋トレしてるんだじゃあとりあえず肉体改造するっていうのを始めないとね。あと盾つけてね、はい、盾ちょっと買ってください。盾俺が、はい、盾かあれビブラニウムっていうめちゃくちゃもう世界で一番硬いって言われてる金属、うん、まああの映画の中です。中だとそういう設定なんだね。あれで、うん、それの金属で作った盾だからもう傷がつかないし、うん、あーなるほどねっていう話をしていたら僕は SR0 ですね。気持ちいい性格悪い。リアリティ順に並べてるのにえ SR が見えないぞ煽りこいつ煽ってくるぞクソR と N しか見えないぞっていう状況ですよねこれは。ほんとそう思うね。だからもうこの動画の中でもねめちゃくちゃきっともう煽ってるんですよこれ。声聞こえないけどだからもう俺も次引きたくないんですよもうこれさ3だってもう、まあでも UR が出ないのはまあ仕方ないよ。ある程度はまあ、うん、確率的にもそう、ね、80中20引いて UR が入ってないのは、はい、まあしょうがないです。はい、ただ SR が出てなさすぎるというところですね。さっき1枚引いただけなんですよ。20パック引いて SR1 枚って確率的にどう？まあでもあることっちゃあることですよね。やっぱりなるけどさ偏りこのボックスはもう、はい、多分かなり偏ってる。下の方に偏ってる。もう下店主が下に詰め込みましたよね。うわーほんとさいいのひどいもんだねもう最初パックが来てさ、いや先に自分がいい箱買っちゃったんで、そこの余ったパックをとりあえず山田さんの方に一回流しちゃったかな店主が。だからそう最初引いちゃった子が来たから先にだからの次はちょっとレア出しまくってると商売上がったりだからって、うん、そうですねあっちも大変ですけどね。俺らあれだったんだね、あのカード屋に本当実際に行って買ってたんだね。そうなんですよ、うん、同じ店主なんですよ。あまあ確かにお店はねみんなね画面同じだからね、はい、意地悪なんだねあそこの店主じゃあまあ社長をたどれば海馬さんですけどね。あーそっかちょっとスゴロクに変えてもらっていいですか確かにスゴロクだったら結構そういう意地悪しないと思うんです。じいちゃんだったらめっちゃじいちゃんはそういうことしないでしょ。会話社長そうだよね。じゃあブルーアイズが絶対出させないよ。いやまあくれないでしょう、ね、くれないよねきっとね。そうだってスゴロクじいちゃん誘拐しちゃうからねアニメでね。確かにそう持ってるだけで何人か殺してますからね。そうもうねひどいもんですよ社長は。うん、あのカードのためだったら何でもするからね。すごいですね、死のうとしますからね。そう。いやこれでこれが30パック目がまたちょっとレアリティ順に並べてほしいなそうやって僕の古傷をえぐっていくスタイルですか。いや山田さんがうなだれてますよ。ほらもうこんななっちゃうよ俺だって。そりゃさこんなに引けないんだよ。あ30で SR が あいつ気聞きますね。レアリティ順にしてますよ。あれなんか見えます。やめろやめろやめろSR 見たくないんだよ今あの時の俺を今振り返りたくないんだよ。過去のもう黒歴史だよあれは。もう今なんかさっきの10連もこんな感じそうもうさ同じ動画を繰り返してんじゃないかみたいなさ気持ちになるもんね。ループしてるループしてるのかもしれない。そういやこれさだってほら30連でそうもう1枚だけだよ。ひどくないですか。あのビーナスは大事にしましょう。うんそうだね。あの確率の壁を乗り越えて僕のところに来てくれたビーナスだからね。ほんと女神ですよ。そうですね。あんずでできくんじゃうかなじゃあなこれな。いっちゃいましょうか。ちょっと天使使っちゃおうかなこれ。アンズのスキルと天使はあんま相性良くないんですけどねいやでもほらアンズイコールさキャラクターあるじゃないですかイメージがね。まあそうでもイシズの方がドローしたカードが天使だったら500回復っていうスキルがあるんで、せやもうバンバン回復できちゃうね。そうなんですよ、ね、フランケンとかねデビフラとか使いやすくなっちゃうねそうするとね。でも天使だから噛み合ってはないか、うん何で使えばいいんだろうな。じゃあ今のところ天使はビーナスちゃん今何だったらデッキ組めます。ビーナスか悩んじゃうレベル石川くんが悩んじゃうレベルなんだね今ね。天使がやっぱまだちょっと本当バルキリーズレイジ待ち出てこないとダメと。まあその時じゃあ少し評価変わるかもしれない。あやっと出た。ようやくあおめでとうございます。やっと出た2枚目の SR ですね。よかったですね本当に。これもう40パック目だからね。これもう40だからね僕えげつないっすね、はい、ボックスの半分も向いてるんです僕この段階で。素晴らしいっすよ。いや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 素晴らしい。まあ逆にね持ってますよ。まあ逆にね動画を盛り上げるためにここまでしてくれるね YouTuber もなかなかいないですよ。まあこれが僕のねリアルラックですよね。ガチで引けないっていうさ
これでビッグバトルヘルフレームエンペラーが出て、いやもう出ないよこれ、もう出ないでしょこれ。ダイグレファー来た、またダイグレファーダイグレファーのポーズちょっとねしばらくブームの時がちょっとかっこいいっすね、かっこいい感じですよダイグレファー。こうはい終わりました。アクスレイダーを超えた男ですやめてやれUR のアクスレイダー、アクスレイダーの話はしないで、話しないでかわいそうになるからやめてあげてまだ使うし、まだ俺まだ使ってあげるよ、彼はまだ使うよ。じゃあ絶対ダイグレファー使わないでくださいね。それはちょっと勝率が勝率1600の防御はバカにならないんで、 そうですね、はい、そっちの方が絶対いいですもんね。はい、だからドルドラとか来た時に全然ドルドラ弾けるんで、はい、はい、いやこれは SR が結果僕は40連して、おレアリティ順に並び替えますね。並び替える、はい、変えない、いや変えますよ、変えますよ、ね、はい変えました、はい、お、メガネがちょっといや違う外したら見えないから外したら見えないでしょ君かけてかけて見えないんだから、カードがわからない。あ、SR1 枚だよ、くっきり SR1 枚ですか。40パック向いて山田 SR が2枚でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ終わりじゃありません。はい、動画尺実はまだありますね。このあと何をしたかと言いますと、はい、そう僕もここね購入完了画面したんですけど、はい、さらに30パック追ってやろうじゃねえかと。そう、どこに入ってんだUR たちはと、もう見てやろうじゃねえかと。もう対戦自体は、はい、もう終わってますけど、石川の勝ちですが、はい、まあ、ここから先ちょっとね、まあ見ようよと、うん、はい、このボックス一体どれくらい下に固まったのか確認を込めてね。そう、お、あ、来たよ、来たよ、3体来て、はい、青とおドン、カットインはいいで、ここでガイアソウなんですよね。はい、社員会合ガイアソウ、脳みそみたい確かにね、脳みそみたい、まあ、確かに脳みそみたいなんだけど、ないですよ、いやその割には多分硬いぞあれは、ガッチガチだぞきっと。あいつはガイアソウルね、いやでも炎属性だから煙じゃないですかあれは。あ、確かにスモック感もね、スモック感が確かにありますね。ここまでさ SR が本当に出てないんですよ。すごいっすよ、こんなにも。だから下の本当に下の方に固まってるってことですね、うん、これね、はい、多分この段階、これ、これが1ボックス目って結構泣けますよね。泣けますよ、ちょっとサクッと終わらしときたいですけどね、1ボックス目はね。これ石川君がこれ数えてるんで、もうすでに13パック目ですね、これ、はい、14パック目、うん、だから僕は上50は完全に外れですね。あ、ここでウォームワーム、かわいい、やっぱり出たウォームワーム、ちょっとポケモン感ありますよね。あ、確かにね、わ、うん、かります。なんか遊戯王のキャラクターっていうよりもね、そっちのマスコット的なね、うん、雰囲気ありますね。そして光らない、光らない、3匹出たのに光らない、大賢者、ある3体また来た、うん、からの光る、オッケー、どんどんなし、カットに入って、ダーリンゴ、イエーイ、リンゴさん来ましたね。石川くんが動画の方でフリックのリンゴは出なかったんでしたっけ。確か出ましたよ。あ、出たんでしたっけ。あ、そうか、1枚出たね。そうだそうだ、1枚出て、はい、フリックとは何ぞやという話も、あ、そうだ、してたわ。フリック農園の話をしましたね。フリックおじさんが作ったリンゴじゃないのっていう、ないのっていう、そうね、ちょっとその流れはぜひね、はい、もしも、あ、おお、できた、やっと来ましたよ UR1 枚、しかも社員加工、僕ね、この後ね、まあ、この後ネタバレになっちゃうからちょっとやめとこう、ごめんなさい、何でもない、最後に聞きますね。そうこれはちょっとね、ハイデダークフレームコスモに灼熱の槍、さあ UR の光って、さあ効果モンスターですが、明快の使者、はい、明快の使者の背景の作り込みが結構すごい、あ、細かいですよね。そうなんですよね、うんうんうん、お、3も入ってたよ。あ、でも効果も、あ、違いですね、はい、ダッバルター、はい、3体なんだ、24枚目かな。そうですね、今24枚目、30の14、ドン、これはもう、これは、あー、もうこれ確定ですね、確定ですね、もうこれは絶対そうでしょう。はい、からの、あい、来ました、イグラスリーパー、しかも社員加工です、素晴らしい、はい、2枚中2枚、お、また来ます、はい、ドーン、はい、コスモス加工、いい流れで、え、はい、このリアクションですね。つい前にちょっと見ましたね、イグラスリーパー、はい、2枚ぐらい前に出たじゃん。そうなんですよ、これで、だからちょっと あれってなってるんですね、僕らも。これそうなんですよね、な、リアルな話、バグったのか、そうなんかいじっちゃったのか、俺なんか、え、俺、え、俺、山田さんなんかボックスの壁を越えたんじゃないかっていう、なんか俺がもしかしたら夜寝てる間に急にチーターに目覚めてチート行為をしたんじゃないかみたいな、あ、
はい、チートする人とかちょっとチートしてないわ。でも待って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 、バンされないからまあ見といて。でほら引きでもちゃんと出てますんで。そうなんです。 UR が2枚じゃなくて3枚になってるんですよ。ですごいちっちゃいこと言うと、はい、これリグラスリーパーが2体ともね、これ社員加工で。あ、確かに。そうで、さっきのタイラントも社員加工なんで、はい、僕この時に引いた UR オール社員なんですよ。すごくないですか。引き強いっすね。逆にね、逆に最初引けなかったんだけど、そういう意味では引き強だったんですよ今回。自分4枚引いて、はい、確か全部普通の加工。あ、マジですか。ノーマル加工ですね。だから多分前半に引けなかった分だけそこに僕運がいったんでしょうね。じゃあ全部プレミアムが良かった。まあ、逆にな、はい、うん、そういう意味ではプレミアムが欲しかった。欲しかった、はい、でもこれってなかなかない、この状態の絵ってないじゃないですか。ないですね、珍しいですよね。そうで、これ何って僕ら確認しに行ったんですよね。あれおかしくねって言って、なんだかなんだなんでこんなこと言ったのと、なんなんだよって言って、そうクレームをね、そう言いに行ったら、ほらなんか1枚になってるんですよね。タイラントドラゴン引いてないことになってて、はい、でパック見てください、76。あれリセットされてるんです、ボックスが。はーっていう流れです。そう、僕らそのリアクションですこれ。この時、あれ神回じゃね？そう、神回どころかもうこんなの誰も出せねえみたいな、こんな動画みたいな。いいのみたいな話をしてたんですよ、ね、僕らね。そうなんですけど、これは単純にね設定の問題なんですよ。そう、お願い設定です。はい、山田さんにやられました完全に。いや僕もこれね設定してること本当に忘れてて、はい、そうやばいやばいやばい、この動画出しちゃダメだよみたいな話してたんだけど、下にスワイプするとね。そうあるんですよ、まとめ買い設定が。で僕はUR が0になった瞬間に切り替わるよっていう風にっていう、そうしたんです。チェックが入ってますね。入ってるんです。そう、はいはい、なのでまあこれ僕がね以前ね、はい、あの30パックバンって引いた時に、うん、ドア玉で目当ての UR 引いちゃって、うん、そのあーもういらねーみたいな、なるほどなるほど、29枚ぐらい引いちゃったことがあったんですよ、はい、その時に。でその時に僕つけたんです、このチェックを。これはないわみたいな。それにやらされましたね。そうそうそう、今回はだからこれは状況に応じて外しといた方が良かったねみたいな。うん、びっくりしましたね。そう、かなりびっくりしたこれは。びっくりしました本当に、はい、リグラスリーパーなんで2枚普通2枚に入ってみたいな。そうこれはざわつくよね。もうということでね、まあちょっとゲームイズの2人がねヒヤッとした話、はい、ヒヤッとしましたね。あとまあそういうパートですねここね。はい、はい、あということで、まあ、結果発表は、まあ、山の乾杯ですね。乾杯でしたね。だし最後引いてみたらなんかいろいろ忘れてるね。はい、ということで、まあ、対決動画、今回ね前半後半と、はいはい、2つのチャンネルに分かれて、やらせていただきました。はい、はい、でまあこれからねその今回の新しい新パックが出たので、まあ、新しいデッキとかもね組んで楽しみですね。いいですね。まあね、とりあえずデッキ破壊がまあ皆様一番気にしてるんじゃないかなと。ちょっともうさっきちょっと作って、はい、ちょろっとランクマッチして、もう相手が30枚デッキだったんですね。なるほど、はい、プラチナの、うん、プラチナランクにいるんですけど今、はいはいはい、プラチナで30枚いるのかと思ったんですけど、うん、削ってやりましたよ全部。すごいですね。じゃあそういうデッキの紹介も今後やっていくと。はい、はい、行きましょう。はい、ということでデュエルリンクスのチャンネル、そして山田チャンネル、今後もよろしくお願いします。します。それでは今回はこの辺で終わりましょう。うん、バイバイ。バイバイ。